鼻から全開で飛ばさねえとな。オラたちがやられたら全宇宙がパーだ。おほほほほほほほ、いよいよ始まるか。全宇宙の運命をかけた最後の戦いだ。その程度か。こんなもんか。すごい奴だよ、お前は。あいつと戦えるのはお前だけだ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。俺は俺の思い通りにするため、楽しみのために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。本場のカメハメハだ。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのかが分かっていたかのように頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。スーパーサイヤ人3なら目いっぱい溜めた気で完全にブーを消し去ることができるはずだ。オラもさっきからそうしようと思ってたんだけど、あいつを消してしまおうと思ったら1分ぐらい気をためねえとな。俺に気を使ってたんじゃ。1分間、俺がなんとか奴を食い止める。貴様はさっさと気をためろ。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし、行くか。
いじめるだ。しゃあ頑張れ、マネーゼ、打ちかぶしゃれ。デブのパワーが減ってきている。ブー同士だとダメージを受けるんだ。クソ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。今まで何度地球を救った？え？なんだよ急に。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。ベジータそれ無理だよ。ブーが相手じゃいくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろう、たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神は聞いているか？地球の連中全員に話がしたい。何とかしてくれ。バビディみたいにですか？そいつはちょっと無理ですよ。なんだと？そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。やるなベジータ、見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。そうか、元気玉だ。ベジータめ、らしくない真似をしやがるぜ。お、ブー、くしゅう、何をしやがる。やめろかな。くそったね。カカロット、俺が何とか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。地球のみんな、
頼むから勉強はやめねえ。みんなの助けが必要なんだ。なんでみんな分かってくれねえんだよ。早く決めてな。地球も宇宙もどうなってもいいんだ。さら、いい加減にしろ。さっさと協力しないか。ミスターサタン様の頼みも危険というのか。俺が飛べ。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからね。まずあのブーを倒すことが先決だからな。こいつでおさらばだ。ビッグバンアタック。たまっちまえ。すげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して待ってっからな。オラももっともっと腕上げて。またな。どうですか？
どうやらうまくやったようだな。魔人ブーの木は完全に消滅した。やった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 父さん。やったのか。魔人ブーは？ん？やったんだな。地球の将軍、聞こえるか？格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。ああ、死んだ。恐怖から解放されたんだ。サタン、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 サタン。もうパパってば。